MRT トムソンイーストコースト線は、シンガポールの北部にある、ウッドランズ、ノース駅から、東南部に位置するスンガイベドック駅までを結ぶ、地下鉄路線。第1期区間は2020年1月31日に、開業、その後順次開通し、第5期区間は2024年開業予定である。シンガポールで6本目の地下鉄で、全区間が地下であり、将来は、無人運行を予定している。 交通部長の両徳洋は、2014年8月15日、従来のトムソン線とイースタンリージョン線の建設計画を統合し、トムソン、イーストコースト線とすることを発表した。2008年1月25日、交通部長の林総基地は、トムソン地下鉄線の建設を発表した。当時の計画では、ノースサウス線の西側をおおむね平行に走行するもので、 全長2 7トル1 8駅を設置する予定であった。2020年までにトムソン線とイースタンリージョン線及びダウンタウン線の建設により、シンガポールの地下鉄は当時の1 3 8キロメートルから2 7 8キロメートルになり、トムソン線の開通により、シンガポール中心部の交通が改善され、平均してメートルごとに地下鉄の駅があるとされ、 地下鉄の密度も1万人の住民あたりの地下鉄路線が 31km から 51km へ上昇し、香港 MTR や東京メトロを超えてニューヨーク市地下鉄やロンドン地下鉄の線路密度に匹敵するとされた。2011年6月16日、陸上交通庁はトムソン線の車両基地の場所選定を行うことを発表し、同時にウッドランズ駅は トムソン線とノースサウス線の乗り換え駅となり、京割工学院付近に新駅を建設し、新山の軌道交通と連絡するとした。着工時期は2012年末としていた。2012年8月29日、両徳洋交通部長は、ダウンタウンセンテロックアヤ駅の視察後、トムソン線の路線と設置駅の資料を公表した。両徳洋の発言と、陸上交通庁、 都市再開発庁の共同声明によれば、全長 30km22 駅を設置し、2013年の第3四半期に着工し、2019年にウッドランズ地区の3駅を先行開業し、ウッドランズ地区からカルデコット駅までを2020年に開業、2021年にマウントプレザント駅からガーデンズ・バイ・ザ・ベイ駅までの区間を開通させるとしていた。 ウッドランズ地区の3駅は2020年1月31日に開業した。トムス温泉は2014年6月27日に着工式を行った。また、駅名についても、新民駅が公明山駅に変更された以外は、予定の名称がそのまま正式な駅名となった。2001年10月23日、洋寺市東交通部長は、 イースタンリージョン線の計画を公表した。当時の計画では、全長4 0トルで、現在のイーストウエスト線を含んだ四角形の環状線であった。その後、ジャランベサール、タンピネス、マクファーソン、カキブキの区間は、ダウンタウン線の第3期工事区間となった。2008年、林総基地交通部長は、タンジョン、ルー、マリンパレード、シグラップ、 ウェドックサウス、スンゲーウェドック間を結ぶ路線をイースタンリージョン線として建設することを公表した。2012年7月11日、ヨーリー名財務部県交通部高級政務部長はダウンタウン線の着工式において、陸上交通庁はトムソン線とイースタンリージョン線の接続について、顧問会社を招聘し、研究をしていることを発表した。2013年、 陸上交通庁はホームページでイースタンリージョン線は全長2 1トル1 2駅を設置すると明らかにした。2013年8月30日財務部県交通部高級政務部長のヨーリー名はイースタンリージョン線は現在建設中のチャンギ空港第5ターミナルまで延伸を計画していると明らかにした。2014年8月15日 交通部長の両徳用は、マリーナサウスピア駅の巡視の際、イースタンリージョン線はトムソン線と直通運転し、トムソンイーストコースト線とすると発表した。道路線は5段階に分けられる。イースタンリージョン区間の7駅は、イーストウエスト線とほぼ並行し2023年に開業予定である。ベドックサウス、スンゲイ・ベドック間は2024年に開通予定である。 トムソニーイーストコースト線の着工式は2016年7月21日にマリンパレードで行われ同時に道路線の正式な駅名も発表された。巨文園交通部長は式典上で道路線のチャンギ空港への延伸を考えていると指摘した。ありがとうございます。